はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、痛みでお悩みのあなたに痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、頭痛は顎から1分解消マッサージということでお伝えさせていただければと思います。はい、前回の動画でもですね、頭痛の解消マッサージのお話させていただいたんですけども、前回は後頭部ですね、はい、頭痛の解消マッサージということで、今回は、頭頂部ですね、頭頂部から、側頭部のこめかみのあたりの頭痛の解消マッサージということでお伝えさせていただければと思います。はい、じゃあこれはですね、何が原因かというと、やはり筋肉の緊張による頭痛ということがすごく多くって、どんな筋肉かというと、この抗筋、そして側頭筋っていう筋肉になりますね。で、まずこの抗筋っていう場所はここですね、噛み締めるときに使う筋肉、そして側頭筋、はい、この側頭部にある筋肉になるんですね。で、これは何かっていうと、特にストレスを抱えているような方ですね、ストレスを抱えているような方っていうのは、こう噛み締める癖が、ぐっと噛み締める癖があったりとか、あとはこうぐっとストレスを抱えるとぐっとこう力入っちゃいますよね。それで側頭筋がですね、力が入ってしまって、この緊張によって血管とか神経が圧迫されてしまって、締め付けられてしまって、痛みを感じてしまうっていうケースがすごく多いんですね。なので、そこを緩めることによって、1分で解消する方法ですよということでお伝えさせていただければと思います。で、まず抗筋なんですけども、抗筋っていうのはこの胸骨っていって、ほっぺたの骨ありますよね。ほっぺたの骨のですね、下、ほっぺたの骨の下をぐーっとなぞっていくと、ぐっと噛み締めていただくと、ぐっと噛み締めると硬くなる場所があるんですよ。ぐっと。で、そこに対して、指を置いていただいて、もう痛気持ちいいくらいでぐるぐるーっと回していただきます。あんまり強い刺激を入れちゃうと逆に緊張してしまいますから、気持ちいいくらいで約30秒ですね、ぐる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 ーって回していただきます。はい、こうすることによって抗筋がですね、緩んでいくんですね。そして次ですね、この上胸骨が上にあって、その上、胸骨の上、またぐっと噛み締めたりとか、ぐっとこう、噛み締めた方が分かりやすいですね。噛み締めると硬くなる場所があるんですよ。で、ここの側頭筋に対して胸骨の上ですね、またぐる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 っと回していくような形。側頭筋は広い筋肉なので、ちょっとその上あたりもやっていただいても全然いいです。で、これですね、頭痛の解消ということもそうなんですけども、ここの筋肉がですね、緊張してしまって、むくんでしまうと筋肉の出力が弱くなってしまいますから、筋肉がやっぱり力入らなくなってしまうので、こういうように垂れてきちゃうんですね。なので側頭筋を緩めると、こんな感じでするように、顔の若返り効果もありますから、顔がスッとするような効果もありますから、そういった若返りをしたい方も結構いいと思いますね。だから逆にストレス抱えると老けて見えるってことはそういうことなんですよね。側頭筋をぐる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 って約30秒かけて緩めていくと、もうそうするとですね、首を動かさなくっても、なんかすっきりした感じあると思うんですよ。なんか心なしかこうすっきりした感じありますよね。要は顔がスッとなるんですね。はい、そうすることによって、この側頭部から頭頂部の頭痛をですね、1分で解消することにつながりますので、ぜひですね、ちょっとストレスを抱えてしまって、こうぐっとこう力が入ってしまって、この辺がすごくこう緊張する、すごく嫌な感じがするっていうことでしたら、この1分マッサージ、抗筋と側頭筋ですね、ぜひ試していただければと思います。コツはですね、気持ちいいくらいでやっていただくっていうことがコツになります。ということで、今回ですね、頭痛は顎から1分解消マッサージということをお伝えさせていただきました。ただですね、このマッサージの方法っていうのは私のオリジナルではなくですね、私の仲間の先生の川森田先生というですね、先生のオリジナルのですね、マッサージ方法になります。はい、川森田先生はですね、肩こりだったりとか頭痛のですね、専門家ということで、 YouTube ですね、動画配信をされている先生です。今回ですね、このマッサージ方法っていうのは川森田先生のやり方をですね、私が参考にさせていただいて、この動画で説明させていただきました。川森田先生の動画ではさらにですね、この即時効果があるっていう方法もそうなんですけど、もっと根本的な本質的な解消方法っていうところもですね、動画で配信されていらっしゃいますので、川森田先生のオリジナルの動画がありますので、もし興味があれば下に
リンク貼っておきますのでご覧になっていただければと思います。はい、まあ、頭痛っていうのも筋の緊張だけじゃなく、その体の中ですね、はい、体の中からですね、まあ、血圧だったりとか体温だったりとか、もっとやっぱりストレスだったりとか体質的な問題もありますので、そういったところも鴨田先生詳しく説明されていますので、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、またですね、ご質問等あればですね、下にコメント欄だったりホームページのリンク貼っておきますので、ご質問いただければと思います。また今後もですね、痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。